広市線は、グラントハイツに建設された中流アメリカ軍、上級士官住宅居住者、関係者の人員輸送、物資輸送のため、上板橋駅、グラントハイツ駅間を結ぶ東武鉄道が運営していた鉄道路線。広市線の名称は、グラントハイツ建設工事総責任者の、ヒューボイド KC 中尉の名前から来ている。しかし近年、光が丘学等をはじめとする、 格闘日誌において、ケイシー中尉ではなく、その父親である、新中軍の公平部門トップであったヒュージョンケイシー、少将の名前からではないかとの説が提唱されている。なお、ケイシー中尉自身が、第584建設公兵大隊に所属し、家族住宅担当であったというのは事実である。旅客列車廃止後も、貨物輸送は続けられていたが、 1959年7月22日に廃止された。1943年、上板橋陸軍第一造兵症校内館が完成。終戦後、GHQ により広島での延伸と運行が命じられた。建設は国鉄新橋工事区が施行し、東武鉄道が運行を住宅した。1947年から1948年にかけて、 池袋駅から約30分間隔でグラントハイツ駅までノンストップの中流アメリカ軍専用列車を運転した。旅客列車の車両には国鉄から重量のキハ4万線系ガソリンカーを仮受け運転した。アメリカ軍の当初の方針はガソリンカーを東京駅まで直通運転させる計画であったが初犯の事情により実現はしなかった。貨物列車は 池袋駅北池袋駅間の西山信号所から東場本線に乗り入れ、グラントハイツまで向かった。広瀬線は中流アメリカ軍専用の鉄道であり、当初、東武鉄道はこの区間の鉄道免許を持っていなかった。廃止と同時に免許を申請、取得するが、実際にはその後の運行は行われなかった。なお2017年頃より、鉄道道任内において、 当時の東武鉄道社内新聞記事を転載する形で、登場線上板橋駅から練馬倉庫までの開業年について1944年4月とする説が提唱されている。練馬倉庫から西側、グラントハイツ周辺までの航空写真。昭和31年撮影路線廃止と同時に、東武鉄道が広志線を買収。 旅客営業船として活用する計画があったが、グラントハイツ跡地の利用方法が定まらず、昭和40年代以降線路は徐々に撤去されていった。上板橋駅練馬倉庫駅、グラントハイズ駅、グラントハイツ駅は、現在の光が丘秋の飛翔学校の北側に設置され、連合軍輸送を指揮監督する現場機関として都が置かれた。連合軍輸送は、 定時運行を最優先するものであり、列車の運行には最新の注意が払われた。ルートの概略については、航空写真、地図等で判明していたものの、駅構内の配線図や正確な平面図については、発見されていなかった。しかし近年になり、鉄道道人志内において、練馬倉庫内の配線図や、グラントハイツ専用側線1、1万と記された、当時の平面図が掲載された。 列車が走っている映像を確認することは難しいが、蒸気機関車が北町付近を走り、子供が耳を塞いでいる写真を練馬区が所蔵している。ありがとうございます。